ITIP プラットフォームケイロスの解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではレイヤーフリーの支援作成について解説します。ケイロスは従来のハードウェアスイッチャーと異なり ME 数などハードの制約がありません。キャンバス上で映像をレイヤー構成で重ね GPU で処理するため複雑な画面構成にも柔軟に対応します。それではケイロスクリエイターで実際のシーンを見ていきましょう。こちらのシーンではバックグラウンドの上に2つのレイヤーが重なっています。ここにレイヤーを追加しソースを割り当てます。レイヤーは位置や大きさを変え回転を行うトランスフォーム、変形させるコーナーピニング、クロマキー、ルミナンスキーを使用することができます。これを繰り返し画面を合成していきます。レイヤーパネルではドラッグ&ドロップによる重ね順の変更が可能です。新規作成によるレイヤー追加のほか複製もできるので同じトランスフォーム設定を使いたい場合などスピーディーに作業ができます。ケイロスではレイヤー数に制限はありません。 GPU の処理能力に許す限りレイヤーを追加することができます。ケイロスのシーンはユーザーにより自由にデザインが可能です。作成したシーンはソースとして扱うことができるのでより高度な表現をシンプルなワークフローで実現することができます。Panasonic